マリサは E721系電車で白石から郡山に到着。東京から多くの乗り換えを経てやってきた。交流電車に乗る機会がないマリサにはとても新鮮な経験であった。郡山は東北本線から分岐する磐越東西の路線、水郡線のハブであり、駅から離れたところに機関区を持っている。郡山の主力機関車は D60 であり、磐越東線を主力に再線でも会津若松までの活躍が見られたのだ。駅のホーム横には大きなヤード、首都圏にも少ないが乗り入れ、東北の主である EH500 がその巨体を休めている。郡山から磐越西線に入るマリサは D51 を見送り、電車で会津若松に向かう。9月末までは HBE300系のリゾート列車の里野が喜多方まで走っている。電化区間にもかかわらず機動車で運用するあたり、磐越西線の特徴を示すと言えようか。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。会津若松の D50 が郡山駅で磐越西線の客レの発車を待っているところだ。磐越東線も郡山からだね。あちらは D60 だから面白いね。線路規格で D50 が入れず、軸重軽量化した郡山の D60 だよ。後で D51 も入ったはずだけどね。郡山機関区のこのターンテーブル、移転して現存するんだよ。駅の東の赤丸のところに移転していて、磐越物語の C57 が郡山延伸するとき使うそうだ。C57 が郡山に来ることがあるのは知らなかったよ。新幹線のホームからよく見えるみたい。磐越西線も東線も水郡線も絶望的に列車本数が少ないよ。上越線はもっと少ないよ。福島県のシンボル、会津磐梯山だ。活火山だったね。ところでなんで磐越西線に来たわけ？磐越物語の C57 と日中線の廃墟を見ること、そして批判している喜多方ラーメンを食べることかな。ほら、会津若松の線形湖が見えてきたぞ。昭和48年に来たのが最後だから、50年ぶりだよ。東武鉄道と繋がって、浅草から下今市経由でも会津若松は来ることができるようになったね。線形湖はガラガラだね。カラフルな機動車は三石の会津鉄道のだよ。東武側の岩鉄道は東武が機動車を持っている。この辺りのヤードは C11 や D51、 そして入れ替えの C58 が最後までいて、その昔、磐越西線は D50 と C51 が活躍。電気もディーゼルも全く見えないんだね。そうなんだよ。だからちょっと拍子抜け。でも線形湖は当時のまま現役で使われているし、磐越物語の C57 はここで方向転換するんだよ。そうなんだ。磐越西線って、観光地を抱えているからか、古い鉄道情景が残っている割に寂れた感じがないね。そうそう。私は長いこと気がついていなかったんだけど、喜多方までこういう電化しているんだよ。そうなんだよ。冒頭の里野の郡山発車を見たら機動車なんだよね。喜多方まで行く指定席とグリーン車がついている快速だろ？あちらに乗ればもっと早く着けたよ。全然知らなかった。郡山から乗ってきた電車 E721系は会津若松止まり。ここから喜多方までは、キハ110系に乗り換える必要がある。現在、喜多方まで電車が走ることはないそうだよ。こういう駅なんだ。キハ110に乗り換えて、喜多方に向かうよ。会津若松でスイッチバックするんだよね。スイッチバックするのは、線路を作った時の歴史的背景があるんでしょ。会津線、只見線、日中線が走っているものね。錆びれているから草ぼうぼうなの？と思われるかもしれないけど、今回東北本線を走っていて、夏草が車体にぶつかるんだよね。昔はそんなこと絶対になかったはずだけどな。JR になって、草むしりは控えているのかもしれないね。あまり車両や安全に問題があるわけではないのかも。勝手な憶測だけどね。エンジンうなり上げてる。霊夢ちょっと気が変わったんで、途中の塩川駅で日中線の列車と交換するから見てみようと思う。あ、マリサ、また現実と過去の区別がつかなくなっているわ。うん、そうだね。架線もなくてすっきりだな。 C11 も逆行なのが残念。終点の厚塩駅にはターンテーブルあるのに使わないんだよね。キハ50を、なんかすごい古い塗装じゃないの。こんな色だったよなぁと白黒写真に色つけたんだけど、間違っていたら指摘してくださいね。喜多方駅に着いたよ。先行していた里野が待機している。さっき調べたら、相場の会津若松喜多方の電化設備は取り外しそうだよ。ポールがなくなっていいね。ここが日中線のプラットホーム。
立ち入り禁止になっている。会津若松から朝一番でやってきて、厚志を往復した後にここに客車を置いて C11は機関区に戻っていくんだよ。厚志って温泉があるよね。そうなんだよ。二度ほど行ったけど、今は寂れているみたい。本当はこうやって喜多方の先に行きたかったけど、とにかく列車がなくて今回はやめた。新津方面を撮影するにはレンタカーが必須だな。喜多方駅前だ。こんな風に盛り上がっていたよ。ちょうど会津喜多方夏祭り。新章潰した小原章介さんの踊りだね。私も、早起きで、酒は飲まないし、風呂もシャワーだけだしでも鉄道写真とバイクで新章潰したな。朝寝って別の意味だってよ。どうでもいいけど。C57 が来るまで微妙な時間で、店も適当に入ったけど、喜多方ラーメンは、なかなかだった。チャーシュー美味しそう。でも酒田のラーメンの方が私には合っているな。C57-180 がやってきたよ。動画撮ったら急いでこれに乗って、会津若松に戻るんだよ。せわしいねー。朝何時に出てきたの？田町駅を4時半過ぎの京浜東北に乗って、各駅乗り継いでここまで来た。ケチねえ。新幹線乗ればいいのに。老人18切符だから。駅に停車で入ってくるのに黒煙吐いているのは変だよね。銃を焚きっぱなしなのかな？乗ってわかったけど、C57-180 は黒煙がすごいね。写真撮る人には嬉しいかもしれないけどね。ここがパーラーか？そう、展望車でイベントスペースがある。12系客車なんだけど、普通車乗ったんだが、シートが柔らかすぎ。まあ、イベント蒸気列車なんだから我慢しなよ。停車時間も長いから、比較するのはどうかと思うけど、普通列車より10分長い26分で会津若松に着く。だから、かなりセーブして運転しているね。早く感じたけど。磐越物語は定刻13時36分会津若松に到着した。あれ？さっきと風景が違うみたい。元々の建物を活かしてリフォームしたみたいだね。鶴ヶ城のイメージを正面にって感じだわ。今は白虎隊の像もあるんだ。C57 の動輪も飾っているよ。もう25年 C57 活躍しているんだね。C57-180 って、変な外装の装飾がなくて現役時代の感じで好ましいけど、黒が多いから露光不足になるんだよね。煙が直撃だわ。黒塗装もマットだから余計そうなのかな。長距離走るから煙で汚れるんじゃないの？12系の客車の色が気になってくるね。前のよりいいけど。ドラットーンがいいわ。客車を置いて、C57 は転車台に向かう。駅のホームの間には蒸気機関車がいっぱい待機しているね。C11-115 機、D51-752 号機、そして D50-258 号機だ。みんな、会津若松の機関車だよ。D51 の後ろにも C11 がいるね。もっと寄ってみるよ。さらに2両の C11 がいるな。赤い電気は磐越西線専用機になった ED77 だよ。ED77 って平成に入る前に ED75 に置き換わって今はないんだね。ふーん、そうなんだ。新津駅の普通列車が発車していくよ。新津機関区の C51-57号機だ。マリサの脳内も一段と古くなってきたねー。磐越物語流しているだけじゃ、ゆっくり研究所作品としては期待外れになるだろう？まだ、腕儀式信号機が活躍しているよ。磐越西線が CTC 化したのは昭和58年なんだよ。ボックス動輪の C51 だ。会津線が C11-10連で発車するよ。ここだけ見ると日もいまいちみたいだわ。さっきも言ったけど、磐越西線では会津若松駅はスイッチバックの駅なんだ。あ、広田駅は郡山方面の次の駅で、逆方向が書いていないんだ。東武と会津鉄道使って東京から来る人はわからないだろうが、郡山から喜多方に直行するとちょっと驚く。これは只見線の風景。只見線も会津線も風景が綺麗だったね。食わず嫌いのところがあって、あまり会津の C11 は写真に残していないが、一度特集したいと思っている。こちらは会津線の方だね。東部の C11 が将来走ることってあるかな？水石炭の補給とかあれこれ大変そうだよ。できない、やらない理由はいくらでもあるからね。我々も熱意が足りていないのかもしれないな。今度は C51-211 の客レが新津に下っていくよ。
こちらはスポーク動輪で綺麗だね。後ろの路座は階層送り込みのようで、スロ53だと思う。ちゃんと調べたの？模型を見ながら判断した。C57 の磐越物語に変わっちゃったけど、まあいいわ。磐越物語号を使って、東京から新津に出て、酒田まで各駅停車で行くことを計画したけど、1日では無理だった。柴田で特急稲穂に乗れば、夜10時に着けるけど。稲穂は安いから宿泊するより無難だね。高崎の蒸気とはかなり違う蒸気列車の楽しみが味わえるのが今回わかったよ。次回の撮影ではレンタカーを使うようにする。高崎の編成より1両多いんだね。会津若松から新津はパシフィックの担当で、郡山は中山峠があって、D50、D60、D51 だった。DL は DF50 がいた時代だった。今でも、郡山延伸の時には D20 の補給が必要で、それも延伸がなくなった理由なんだろうな。そうか。JR 東は機関車をなくすからね。でもここで郡山延伸を GVE197系を使ってやるかもしれないよ。なるほど。その編成を作ったら全部塗装をやり直してほしいな。GV も統一塗装色にすると目立たない。長くなりましたが、今日もご視聴いただきありがとうございました。また見に来てくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。ご意見、コメントをお待ちしています。